猪俣です。バウです。カメです。キリス。キョウスケ。レアイザネンジグルです。お願いします。はい、今日はね、見てください。ここに椅子があるん、用意したんですよ、椅子を。今日は実験ということで、はい、人差し指で人は持ち上げられるのかっていうね、実験をやりたいと思います。人はどこに行くの？人はここに座って、あ、そういうことね。そう、人差し指だけで人を持ち上げるっていう、うん、無理でしょ。無理だと思うよね。もう、はいってなってるから、はいってなってるこれね、見てる人も、え、嘘だ、絶対上がらない、今そう思ってる方でたくさんいると思うんですけど、これからね、マジック、もうほぼマジックですよ。でも本当に上がるから、これ、今、俺しか知らないけど、ちょっとみんなもびっくりすると思う、自分でやってみて、うん、でも、そのやり方なんだけど、うん、持ち上げられる人がまず座るの、ここに。で、4つ角目に4人が立つの。で、こっちの人は脇の下、こっちの人は脇の下、で、あとは膝の下なんに、グローバルポーズだね、この人差し指、このポーズで手を入れますよ。で、せーので、ギュッと上げる、で、人を持ち上げるっていうんだけど指折れんかな、これ危ないって思うじゃん。大丈夫、やってみよう。大丈夫いいか。でも4人だとさ、持ち上げる人いないじゃん、うん、今日またゲストに来てもらってます。おはい、今日のゲーマーでーす。昨日も夜遅くまでゲームしてたからね、パンパンです。今日はね、この5人でちょっとまずね、人を持ち上げようと。やっぱ名月だったらちょっと軽すぎるから、うん、これは力で上がるんじゃないかと思う人もいるかもしれないんで、割と身長のある、まず広政から持ち上げてみたいな。いや絶対上がる。OK、これね、OK、うん、これ1本ね。じゃあ、持ち上げるまで3秒前、2秒前、1秒前、ゼーロ。お前、嘘ですぎや、重いって。恥さらしや、こんなほんとに、すぐ重い、すぎや、上がる気がせんもん。手重い、魔法かけると、簡単に持ち上げます。手を、頭の上にみんな、のけて、順番に。で、力入れて、はい、いや、一番やん。せーので下に行くよ。せーの。ふっ。なんで、ルールに何だろう。カメラ座って。ちょ、もう一回。もう一回行くよ。はい、せーので下に行くとですね。そう、せーの。よし、行くよ、これすぐ行くよ。せーの。はい、行きます。3、2、1。これでも何のトリックもないから、みんなこれ学校とかで5人集まったら1回試しにやってほしい。けど昼のさ、体重嘘ついて軽いんじゃないってまた思ってる方もいると思うんですよ。でもコメントで来るじゃん、こいつは軽いから。こいつ言うから、1回目にポイントを上げてみよう。体重これ上がったら本物だよね。はい、105だからね。え、もうじゃあ、しょっぱなからバッ。いや、もう一回これで、どのぐらい105が重いの。体験する。105、重かないよ。え、指だけ折らないよ。でかいの、指だけ折らない。でかいな、お前、腕太いな。いきますよ。いきます。はい、はい、3、2、1。あー、全然や、ほら。いや、上がりません。入れてる、力入れてる。これで、さっきの、もう一回やってみるよ。いきます。いやいやいや、上がらないでしょ。首折るな。やばかった、やばかった。じゃあやってみましょう。行きます。行きます。せーの。行きます。行こう。せーの。3、2、1。待って、
身。これはすごい。バースあんなに上がったのいつ以来、いつ以来ですか。ゼロ歳児以来。高いよね。2歳からもうお母さんが無理言うてます。ぜひ学校とかね、会社とかでもいいし。会社一回、ちょっとこれ一回やめ、やってほしい。確かに。あと TikTok とか。あ、確かに。これ流行ると思う。本当に上がらないから、こうやってなんか YouTube で一個ね、うん、自分たちが流行りの最先端になるようなゲームじゃないけど、これ命名はなんていうゲーム？人上げ。人上げ？もうバウアップでいいんじゃない？バウアップ。バウアップチャレンジ。バウアップチャレンジ。最高やな。俺の名前ついた？バウアップチャレンジ。羨ましい。バウアップチャレンジということでね、ぜひこれ人差し指五郎丸にして上げて、でも最初上がらない。上げるときにみんなで手を頭の上に乗っけてってぐーっと力入れてせーのですぐに上げる。そうすると105キロの人も上がるらしいので、うん、これもしかしたらでもさ、火事場の場が違うじゃないけどさ、重いって持ち上がんないときにこれやったら人持ち上がる。石の上に勝てる。ね、ということで、じゃあ最後なづきなんか3年G組に一言。一言、よく頑張りました。じゃあ最後の時真ん中に行って、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、ということで3年G組、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。